福島、今日最初のポイントは加藤です。このアグレッシブな動きというところも一つ、ここも奪って早い流れから得点につなげていきます。相葉中が縦横無尽な動きを見せる。Bコーナー手前で田中待ちますが、中に入っていって加藤、外へ出して田渡をうまくフリーにさせた。落ち着いて決めていきます。かわしている、そんな様子が確認できました。中に入って相葉中、そしてエチェニケへ、ここはよく守りましたが、ボールは福島に渡ります。加藤、この加藤の動きがチームの流れを使います。中に入れて相葉中へ、越谷がじわりじわりとその差を広げていきます。21対14、福島からするとここでどれだけ粘り強く食らいついていけるか。スリーを狙う、しっかりと決めました相葉中です。笹倉、速いパス、ここも行くか、星川、おっと高い、エチェニケを壁に使って、ただこの硬い守りだ、なかなか打たせない中で、決め切りました。最後は福島、中に入った、決め切りました相葉ナーカス。この第3クォーター、なかなかこう自分たちのリズムという時間帯を作れません。ここも渡りませんでした。ピークは余裕がある。さあ星川だぞ、今度はテレンスキングの壁があった。そして右に菊池が走ります。加藤をかわして菊池に渡る、どうだ、ショットブロック3秒、エチェニケが防ぎました。残りすでに15秒です。一の一本決めるか。ここで新戦力のシェンゼリーが決めていきました。